ゆいキッチン始まるよ。お久しぶりです。皆さんお久しぶりです。普段のフォーサイズゆきです。前回ねダディとやったイブキッチンが割と好評だったみたいなので、今回の動画は第2回イブキッチンをやろうと思います。野菜を切っただけの動画なんですけど、ちょっと見て楽しんでいただいて本当にもう感謝感激でございます。ありがとうございます。今日の動画では何を作りたいん？筋トレを趣味でやってるんですけど、なのでオレオチーズケーキを頑張って作っていきたいと思ってます。あれ、いぶきは甘いもの好きなんかいね。甘いもの大好きで、もう家族内ではドアマトで有名な男なんですね。何言ってた？ドアマトで。ドアマト激甘マト。甘マトなんですね。あとは必要みたいな感じで。確かにね。じゃあもうその体は砂糖でいいか。まあもうほぼ砂糖。上腕二頭筋とかもうチョコレートで作ったとか言ってもあそこチョコレート？ここはチョコレートだね。じゃあ足の方は？足の方はクッキー。かわいいな。オッケー、じゃあ頑張っていきましょう。頑張ろう。キッチンに来ました。じゃあ材料は何ですか？クリームチーズ。ほら、大根のクリームチーズはこれが重要なんですね。オレオ、まあ、なんといってもオレオがないと始まらない。このオレオがないことで最高の絶妙なハーモニーを絡んでますよ。まあ、ホイップクリーム美味しいので使ってください。あれもう一個なんかない？何なんですか？これが最初買った時に間違えてサワークリームになっちゃって、サワークリームにすると全然味が変わっちゃうんで、皆さん気をつけてください。 Let's get on to it。 まあ料理を始める時はちゃんとお手で洗いましょうね。ちょっと予防して、もうバイキンとかね絶対入っていけない。筋肉に悪いからね。料理に必要なのがこのこれを装着。それは何なん？これなんてっけ、手袋してサングラスも忘れずに装着したら、まあ目にちょっと危ないから目守るために。なるほど。これで完全防具よ。完全防具、筋肉もあればなお最高。でもオレオチーズケーキ作るのに火使わんけ、鍋つかみ絶対必要ないよね。いや絶対いる。まずこれ買った時に7度95センチもしたし、これがもう絶対使うからこうやって全然使ってことないわーす。じゃあまず最初のステップは、最初のステップは作り方ちょっと分かんないのでクックパッドを開きます。なるほど。でまずはオレオのクリームをここに移していくんですけど、この作業では、手袋邪魔なので取っちゃいましょう。ほい。それでこいつを開いて、クリームだけを摘出していきます。これをほらこれちょっとパカッて開けて、ほらいい感じだ。これをちょっとナイフでクリームだけ摘出していくですね。いいでしょう。このオレオクッキーを入れる用のやつもいる。この中に詰めていくんですね。まあ理由は後でしますよ。いぶき以外にさ、家族で甘いのが好きな人おる？もうみんな大体甘いのが好きだけど、俺以外に特に甘党って言ったら、だって下の2人も甘党。上は？上オレとは完全に塩辛と。マミーも甘党。じゃあマミー譲り。マミーに今度会った時作れるじゃん、うん、そうそう、みんなもこれ作れるようになったらもうモテるな。どん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 取ってきます。あ、じゃあいぶきくん次のステップは、オレオとクリーム分けたんで、うん、あとこのクリームチーズを、まあ、200何グラムとかあるんですけど、これをもう違うボウルに移し込んで加熱、加熱じゃないな、オーブンにぶち込みそうろ。電子レンジで。電子レンジでした。ほらほらほら、おお、もうクリームチーズの香り。おお、どう？これはもううまいのできるぞこりゃ。いいクリームチーズこれ。これもう最上質のオーストラリアの牛の牛乳ふんだんに使ったやばいクリームチーズや。これわかる。もう流れオーストラリアのとわかる。匂いが違う？匂いがもう全然違うね。うん、まろやかな味わいが僕の舌先を刺激して、もう体の中でオーケストラを奏でておりますね。なんかピザとも似たようなことにとってる。ではこのボールを電子レンジでぶち込む。20秒。そしたらして20秒待つんですね。じゃあ加熱しました。またこれを装着。バイキンとかついちゃうんでね。でこれで、かき混ぜます。
何を？クリームチーズをかき混ぜます。ちょっとかき混ぜていくんですけど、ちょっといらんかな。片方だけでいいんじゃない？片方だけでいい。ちゃんとで、ほら、こうやってやっていくんですね。で、普通にただやるだけだ。結構しぶといので、筋肉をふんだんに使ってすごい、ね、ここにかき混ぜていくんですよ。すごいね。もう高速で、もうこれでもうジム行かんでいいんじゃん。ジムは行きます。ほらほら、かき混ぜていくんですよ。でこの時にちゃんと前腕と、うん、上腕二頭筋しっかり使って筋線痛めて痛めつけて、私はもうかき混ぜるほど美味しくなる。皆さん死ぬほどかき混ぜましょう。だいたいどのくらいかき混ぜろ？もうなんかもうトロトロになるまで。5分ぐらい？まあ物によるだいたい俺もだいたいです。ほらほらほら、ポン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 、ほらほらほら、もうなんかクリームチーズに隙を与えない。ほらちょっと休んだ休んだって思ったら、ほら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 、ほら、あ、はい、休んだ休んだ、え、もうやらない、もうやらない、やらない。クリームチーズごときに夢を見させない。ああ、なるほど。粉ぐらに打ち砕くんですよ。わかりましたか？わかりました。ほらほらほら、クリームチーズごときが俺に反感だ。こんな感じで、なに、そうですね、バイセルときたこのポーズ。おお、やっぱりあれだね、クリームを泡立てた後だと、そう腕の太さが全然違ってくるね。うわ、ああ、そうですね、うん、そうですね。次は、さっき取ったあのオレオのクリームとこの混ぜ合わせたクリームチーズを融合させていきます。フュージョンか。フュージョン、そう、これ融合することでもう本当に絶妙なハーモニーを奏でる最強のスイーツがあるようにするんですよ。次がこれをやるんです。これですね、このオレオクッキーって言ったんですけど、なんかまだ1個余ってるよ。あ、クッキーや。あー、そうです、ホイップクリームの存在を今の今まで忘れてました。こいつも融合させていきましょう。どのぐらい入れろ？これはどのぐらいかな。これで300ミリあるんですけど、多分200でいいんじゃない？そうだね、200って言ったら大体もうここまでで、でもこうやってもぶち込もう。男はもう計量器なんていらない。そう、いらないいらない、もう硬いこと気にしない。なんでもスイーツだからね、甘ければ甘ければいいんですよ、まあ、こんな入れても多分半分以上入れたかなってことぐらい。クリームにクリームを入れるというなんと もう罪深い行為。あ、ほらもうクリームだったから、ほらもうクリームでしかない。ありますよ、このトロトロさ。画面越しは伝わらないんですけど、これめちゃめちゃトロトロなんですよ。遅くていいの？遅いならダメ。こうやってホイップクリームもらったからって絶対いらさせない。おぉ、いい。ほらほらほら、もっともっとクリーミーになってますよ。あー、疲れちゃった。ほらほら、あー、ほらね、ちょっとこの下り重すぎて疲れちゃったよ。俺も疲れてます。だからこれぐらいにしてますよ。もうクリームは完成だから、あとはこいつだね。言った通りこのオレオちゃんがここに佇んでいるんですけど、うん、こいつ今から破壊していきます。なるほど。ほら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 、こうやってバキバキに、もう結構粉々になるからね、結構小さい感じにまんべんなくバラバラになるぐらいやっていただけたらな。ちなみに、うん、はい、日本に住んだった時に一番好きなスイーツは？もう日本のスイーツバカうまいよね。オーストラリアと比べると本当にクオリティが違う。僕はチョコレートが好きで有名な男なので、一番食ってたのが明治アポロチョコレート。アポロないよね、こっちにある。買えるんですね、ダイソーが、お城に結構あって、あのちっちゃい箱でも4ドルぐらい、まあまあ財布が開きにくい、でも買います。日本だったら何円ぐらいだった？日本118円だった。今でも値上がりしたか分からんけど、買いやすい値段で。そうそう、中2の頃は毎日というものを食ってて、俺のエネルギー源だった。楽しかったな。急にしんみり。でもそういいんじゃない？そうこう話してるうちに、もうオレオちゃんは打ちのめされて、もう粉みたいになっちゃってる。オッケー。そう、こんぐらいに見ていただけると、ほらね、だいたい、だいたいでいい。そう、こんぐらいだったらオッケーなんで、うん、砂みたい。土かって。次のステップは、このタッパーにクリームをぶち込んでいく。
この秘密兵器の、ベラを使ってクリームたちを根こそぎ、絞り取っていこうと思います。でこのベラといえば、子供の頃は妖怪人間ベムをよく見て、ベムって誰のことだろうと思ったら意外と子供じゃなくて、あのでかい大男の子だったんだよね。でもベムって全然結構主人公っぽくなくて、なんでこいつがベムなんやみたいな思っとって、まあ子供の頃はアニメ大好きだったからよく見てたんですけど、でも楽しかったね。マジ何の話、ベストオブザイヤーでしたね。こうやって1個まぶしたら上にこれクッキーをふんだんに映画をしてるね。なるほど、これが1層目。そう、1層目結構もう凶悪でしょ、こんなもん。で、1層目できたらまたまぶしていくんですね。ふんだんに全て行き届くようにまぶしていきます。ベラを使ってちゃんとね。ベムじゃない、ベムじゃない、ベロでもないよ。ベラ、ベラを使って。ベラどれか分かる？ちなみにベラ、口紅が、そうそう、女の方、マミの大好きな、そう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 、そう、お母さんも妖怪人間ベロが好きでよく一緒に見てたんですけど、ベラってすごい結晶が濃くて子供の頃めっちゃ怖かった。今となっては結構美女かもと思いになってきて、っていうのも僕年上の女の子惹かれることが多い。なんちゃって。マジ何の話、ベストオブザイヤーなんだけど。やばいよ。結構余っちゃうかもしれないけど、全部入れたらいいんじゃん。いやでも全部入れたら足の健康がないよね。ほら、ふんだんにまぶしていきます。まあ、これで一旦あれ、オレオチーズケーキの完成です。オレオチーズケーキの完成です。すげえ、なんか花壇みたい。オレオチーズケーキお待ち しましためっちゃ図が引く。オレオチーズケーキちょっと柔らかいままだとあんま美味しくないんですね、食べやすいように。冷蔵庫に、冷蔵庫にぶち込むところ、ぶち込んで花壇。これで全ての工程終わりで、あとは時間を待つだけとなりました。じゃあ2時間後にワープしましょう。うわ、You have a nice cloth. Take it off. さて、2時間後のミラにやってきましたので、今頃もオレオチーズケーキはもう冷えてると思います。見てください、この麗しきオレオチーズケーキの姿を。ご覧になれ。ほら。僕が初めて作ったこのオレオチーズケーキを食べれる、最高にセレブな、スペシャルゲストをご紹介します。フォンサイスケ三男の右京です。こんにちは。今日はね、このオレオチーズケーキを食べれるということで出してきました。おお、ずっと撮影しました。じゃあ食べていこうと思います。お願いします。いいですね、これは。もうシドニー中のゲイが大騒ぎ間違いなし。あ、ゲイの方にしか需要ないみたいな。もうメロメロにできるよ。あ、でもいぶきがスイーツ作っとるところ今まで見たことがなかったけどさ、あんまり期待してなかったけど、すごい美味しい。多分お店でも出せるレベル、まあ、それはまた嬉しいコメントをここでいただきました。あと多分これこんだけ作って5ドルもせんかったしね。まあそんぐらいかな、超低価格、ね、10分で作れるしね。10分ぐらいで作りましたよ。これ作ったらもうみんなモテモテなんじゃない。モテモテなのは間違いないとして、まあ、すごいいいと思う。プラスアルファこれはもう大成功だと思います。あ、ありがとうございます。では、この動画楽しんでいただけたら、ライクとサブスクライブを100個ぐらいお願いします。では次回もイブキッチンお楽しみに。マッスル、これ躍動が止まらねえぞ。うおほほ。